Ready to eat 始まるよ。みなさん、こんにちは。ナナです。お元気ですか？朝食にパパイヤを食べて、キューちゃんがパパイヤシードをローストしてくれました。明日、ウィルはアメリカに帰国するので、彼の食料品をくれました。これはビルが毎日スモーキーにあげていたドッグトリートです。カボチャ味です。アップルチップスです。シナモン味です。みかんです。チーズサラミです。ウィルはこのチーズサラミをスモーキーに家に来るたびあげていました。だからスモーキーは毎日ウィルの家に来ました。コストコのサラダです。そしてパック詰めになっているフムスです。そしてフムスと一緒につけて食べるミニナンディッパーです。Thank you, Will. We will enjoy the food you left for us. では早速コストコのサラダをいただきます。ベーコン、ハムの塩気、チーズのまろやかさ、レタスの歯ごたえ、もう最高です。少し寝室で休んで、夕飯作りに取り掛かります。今夜は鶏肉野菜カレー。鶏肉、生姜とニンニク、玉ねぎ、人参をカレースパイスで炒めます。セロリ、ナス、ピーマン、ズッキーニを加えます。Is it a long time more or more like 20 minutes? Yeah, probably, yeah. Oh, okay. Because I want to cook. Yeah, yeah. Meaning it's already cooked and I want to make reduce the soup. Go down. Right.キューちゃんはお腹がペコペコです。猫コロンボもカレーに釣られてきました。ではカレーをいただきます。最後まで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた遊びに来てくださいね。それまで、See you later!